はい、どうも霊夢です。良い子のみんな調子はどうよ？今日は宇宙開発とは少し離れて、皆さんもよく知っている月のミステリーについて解説していこうと思います。実は解明されていない謎が詰まっている月、人工天体説なども存在していますが、あなたはどのように思いますか？宇宙についてもっと勉強したい人は、スペースチャンネルに登録して霊夢先生の生徒になろう。それでは早速、月のミステリーを紹介していきます。第1章、月の大きさ。一般に恒星と惑星、惑星と衛星の大きさの比率は非常に小さいのが普通です。例えば、太陽系の最大の衛星であるガニメデの質量は木星の13000分の1、2番目のタイタンは土星の4000分の1です。天体の周りを公転する個天体の質量は数千分の1以下というのが普通なのです。しかし、月の質量は地球の81分の1と、あまりにも大きすぎますよね。これはなぜなんでしょうか？第2章？月の誕生。月の誕生に関しては3つの有名な説があります。1つ目は親子説といって、地球の一部が分裂して月になったというものです。2つ目は兄弟説で、月も地球も同じ時期に同じ場所で原始地陸雲が凝縮してできたというものです。しかし、地球の年齢よりもはるかに古い石が月面で採集されたことと、地球と月の構成物質に大きな違いがあることから、一や二の仮説は成立しないのです。そして三つ目は他人説といって、別の宇宙空間から飛来した遊星が地球の引力に捉えられたというものですが、これは偶然すぎますし確率破例に近いです。直径が4分の1もある大きな天体を果たして絶妙に捕獲できるでしょうか。そして4つ目の仮説として、1984年に唱えられた巨大衝突説が、現在のところ最も支持されています。それは、火星よりも多少大きな天体が、地球の中心から外れたところに衝突し、粉砕された天体と地球の破片が軌道上を周回しているうちに凝縮したというものです。しかし、土星のリングや小惑星帯のように、帯状のまま周回し続ける方が可能性が高いのではないかとも言われ、月の誕生についての完全な仮説はまだないのです。第3章、月は裏を見せない。なぜ月は裏側を見せないのでしょうか？それは月の公転周期が月の自転周期と一致しているからです。これは月だけの現象ではなく、木星のガリレオ衛星や土星のタイタンでも観察され、巨大衛星は常にの惑星の方を見続けているのです。この現象は、潮汐力によって起こると説明されています。月の表側の引力が裏側の引力よりも大きく、月を細長く引き伸ばそうとする力、つまり潮汐力として作用するからです。実は誕生直後の月は今よりもずっと地球の近くを回っており、自転速度も非常に速かったと考えられています。しかし、月に働く潮汐力のために月の内部で物質がかき回され、激しい摩擦力が生じました。これにより摩擦力がブレーキとなって月の自転が遅くなり、ついに公転周期と一致したと考えられているのです。第4章、距離。地球から見ると太陽と月は同じ大きさに見えますよね。これは、月から地球までの距離が太陽から地球までの距離の400分の1の大きさで、月の直径も太陽の直径の400分の1だからです。皆既日食も太陽と月がぴったり重なるから起こるんですね。これはあまりにもできすぎた偶然の一致ですが、説明ができる天文学的理由は実はないんです。そして、月と地球間の距離を測定するレーザー測距によると、月は地球から毎年3センチメートルずつ離れています。この原因は潮汐力であると考えられています。潮汐力によって盛り上がった海水と地球との間に摩擦が生じ、盛り上がった海水は東側に引きずられ、月に働く引力も常に東側が強く、月を前に引っ張っているためです。月は地球の引力が増大した分、運動エネルギーが増し、地球から遠ざかることになり、地球の側でも摩擦が自転にブレーキをかけているんですね。時間にすると、100年間に37秒自転速度が遅くなっているそうです。つまり時間を遡れば、月は今より地球に近いところをものすごいスピードで公転し、地球の自転速度も速かったと考えられますね。オウム外の核壁間にある気候の殻の成長線の数が月齢に対応していることを研究している方によると、古生代オルドビス期末、4億2000年前には、地球と月の距離は現在の 43%、1日の長さは21時間だったそうです。
仕事から帰ってきたらすぐに次の日が始まっちゃいますね。第5章、クレーター。クレーターは、隕石の衝突痕であると言われていますが、あまりにも浅すぎるという疑問があります。通常、直径10メートル以上の隕石が衝突すれば、直径の 4.5 倍の深さの穴を開けると考えられるのですが、月面のクレーターは一様に浅いんです。直径 80km ほどのクレーターで、深さ 3km 足らずなのです。また、クレーターの底面が月自体の球面の曲率に従って膨らんでいるという謎もあります。これは一般的には、衝突する天体の運動エネルギーで説明されています。月に衝突する隕石などは秒速20から60 km という超高速で飛んでいるため、衝突に際して大爆発が生じ、岩石や土砂を航空まで吹き出します。さらに、運動エネルギー波、衝撃波となって地中の岩石を押しつぶし、その直後に岩石層が反動で上方に跳ね返って多くの土砂が広範囲に飛び散ります。そのためにクレーターが浅く、底面が膨らんでいるというのです。第6章、海。月の海は、玄武岩質の溶岩が地中から溢れ出し、月面の低地に溜まったものと考えられています。玄武岩は鉄やマグネシウムの含有量が多く全体に黒っぽいため、地球から見た時に餅をつくウサギなどの黒い模様に見えるのです。そして、月を惑星軌道上から観察した結果、海の下に何か高密度の物体が埋まり、軌道上からそれがキャッチできるほどの重力異常を生み出していることがわかりました。これらの重力異常地域は現在12箇所発見されています。この原因は、海の下に巨大な金属の塊、すなわち、月面に衝突した金属小惑星が、そのまま埋まっているためではないかと考えられています。将来、月を掘っていたら正体不明の天体が見つかるかもしれないですね。第7章、表と裏の違い。クレーターと海の成因からすれば、表も裏も同じような地形になるはずです。しかし、実際には、月の海は表側に集中し、クレーター波裏側に多いですよね。そればかりでなく、裏の近くが表よりも40から50キロメートルも厚いのです。表と裏でこのように地形が違うのはなぜなのでしょうか？一つの仮説として、月がまだドロドロに溶けた天体だった頃、その軌道は今よりもずっと地球の近くにあり、地球の強大な潮汐力によって月の内部はねじ曲げられていました。後に月が冷えて固まり始めても、潮汐力が強く働く表側は容易に固まることができず、近くは薄くなったのです。そして、薄い近くに巨大な隕石が衝突すると破れ、内部からマグマが流出して海を作りました。一方、早くから冷却が進んでいた裏側は、熱い近くが作られたのです。そのため、巨大隕石が衝突しても貫通することがなく、クレーターは作られても海は生まれなかったと考えられています。第8章、月心。アポロ12号で、使用済みの月着陸船を故意に月に衝突させた実験では、月面は約1時間も振動し続け、鐘のように鳴り響く、と言われていました。しかも、その振動は小さな振幅から次第に大きくなってピークを迎え、そのピークが長く続いた後徐々に減衰していくという、地球の地震のパターンとは全く違っていたのです。また、月と地球間の距離は、小さな伸び縮みを繰り返しているが、これも月自体の振動が原因とのことです。なぜこのように月の振動が長く続くかということについて、地殻が不均一で地震波が散乱しやすい、振動を吸収する水がない、岩石に歪みがないなどの考えが出されています。第9章、月の石。アポロ宇宙船によって地球に持ち帰った月の岩石や土の年代を測定すると、驚くことに46億年前というサンプルが存在することが分かりました。46億年前といえば、太陽系が誕生した時代、すなわち地球の表面はドロドロに溶けていた頃に、すでに月では溶岩が冷え固まって岩石ができていたことになります。これは、月が地球よりも小さいのでたちまち冷却したためなのか、それとも月は地球よりも早く誕生したのでしょうか。また、地球と月の密度を比べてみると、月は地球の 60% しかありません。そして、表面の石の密度を比較してみると、地球と月はほぼ同じで、月の方がわずかに下回るのみでした。つまり、月は外側から中心部までほとんど密度差がなく、中心部に核が存在しないかもしれないのです。第10章、磁場。月
月の岩石には36ガンマという強い化石磁場が含まれています。しかし、現在の月の磁場は約5ガンマと、はるかに小さいのです。それに、月には高温の核は存在せず、過去においても強力な磁場が存在していたとは考えにくいのです。もっとも普通に考えられるのはかつて月は地球に接近しており、地球の磁気を帯びたという可能性ですが、地球の磁気を帯びるほど近づけば、地球の潮汐力によって粉々に破壊されてしまうはずです。月の岩石に強い磁場が含まれている原因は未だわかっていないのです。それでは本日の授業はここまで。今日は月のミステリーを10個紹介させていただきました。もしや、月は内部がくり抜かれた巨大な宇宙船なのでは？など様々な憶測が飛び交うほど、不思議な魅力が詰まっていますね。今後の月面開発でこれらの謎が解き明かされることを楽しみにしています。それではご視聴ありがとうございました。応援いただける方はチャンネル登録、高評価お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。アディオス。